メルセデス・ベンツ A クラスは2012年のジュネーブ賞でフルモデルチェンジが行われ3代目となった。それまでの背の高いファミリー向けハッチバックというキャラクターからワイド&ローのスポーティーなフォルムを持つ若者向けの5ドアハッチバックへと生まれ変わったのである。スポーティーなのはスタイリングだけではない。上級車種にも負けない光合成ボディに 1.6 リッターから2リッターの直四ターボを搭載し、ベーシックグレードでは122馬力 20.4kgfm、 上級グレードでは210馬力 35.7kgfm とエンジン出力も大幅にアップ。また全グレードのサスペンションがかなり引き締められ、スポーツドライブが楽しめる車に仕上げられている。そしてデビューから1年後のジュネーブ賞、3代目 A クラスのスポーティーさを象徴するモデル A45AMG が発表された。パワーユニットは上級グレード用の2リッターターボに AMG がチューンナップを施したもの。排気量はそのままに360馬力 45.9kgfm という驚異的な数値を発揮する。0-100加速 4.6秒、最高速度は時速 250km でスピードリミッター作動と、クラスを軽々と超えたパフォーマンスを可能にした。当然ながらサスペンションやブレーキも強化されるが、特筆すべきは駆動まで強化されていること。メルセデスの 4WD システムであるフォーマチックの最新版が与えられているのだ。7速デュアルクラッチのトランスミッションと一体設計され、リアアクスルにレイアウトされるこの仕組みは FWD ベースで最大50対50まで無段階で駆動力配分をすることが可能である。世界最強のホットハッチとしてどこにも死角が見つからない仕上がりとなっている。